どうも、中日ドラゴンズ大好き芸人の猪島前期6ヶ月です。よろしくお願いします。まあ前半戦が終わってね、明日の26日からついにプロ野球は後半戦が始まります。そしてね、前半戦の中日ドラゴンズはね、ポジ要素だらけでしたね。そのね、ポジ要素をですね、今からこのメモを見ながらね、発表したいと思います。まず高橋宏斗無双、防御率0点台ですね。いやーすごいね、今年の高橋宏斗くんはね。まあ私が思うに、もう高橋宏斗くんはですね、まあ今年に限ってはもうプロ野球界ナンバーワンの右ピッチャーだと思いますね。で確か今は防御率が 0.5 点台、0.6 点台だよね、高橋宏斗くんはね。だからまあこのまんまね、シーズンが終わって、まあ、0点台で終わって、でまあ歴代の1位をね、私は更新してほしいと思うんですけどもね。まあこの夏場ではね、7月8月この夏場をね、どうやって乗り切るか、これにね、高橋宏斗くんが0点台で乗り切れるか、これにかかっていると思いますね。でもまあバンテリンドーム重視で高橋宏斗くんをね登板させればね、まあシーズン終わる頃には防御率0点台私はあると思っています。で2番目はですね、梅瀬晃大選手、怪我せずに前半戦投げ切る。まあこれですね。まあ梅津くんはね、なんだかんだトミー・ジョンとかしてね、まあ与田政権の頃はなかなかね、戦力になることはできなかったんですけどもね、まあ今シーズンはなんとか、まあ先発では投げていますよね。ちょっと安定感がないんですよね。はい、だからまあ後半戦はですね、まあ6回、7回を投げて、まあ3失点には、まあゲームを作ってほしいですよね。で今のプロ野球って投高打低じゃん。だからね、今のねこの不安定な投球をね、梅津くんがずっとやっていたらね、2025年はねちょっと立場的に苦しくなるんじゃないのかなって私は思っているんですよね。まあ来シーズンになったらね、まあ先発で新外国人選手を取ったり、またね、まあトミー・ジョンで復活する草加くんがいたり、あとはまあ中地レイヤくんが復活したり、ニオくんが戦力になる。まあこうなってくるとね、梅津くんはね、ちょっとまた投げる場所がなくなりそうな気がするんですよね。もう年齢的にはもう20代後半ですからね。だから梅津くんは2025年先発でまた投げるためにもですね、まあ後半戦2024年の7月から9月までの後半戦でね、まあいいピッチングをね見せてほしいですよね。であとはですね、まあ松木平優太選手支配下登録ですね。まあ今シーズンはね支配下登録ないかなと思ったんですよね、この松木平選手ですね。まあ先発ピッチャー陣がちょっと不足したっていう理由もあってね、松木平選手はですね支配下登録しましたよね。まあまだね1試合しか投げていないんですよね、松木平選手はですね。でもまあこのままね後半戦はとりあえずまああとどれぐらいだろう、まあ私が思うに4回から5回ぐらいはね先発で投げると思いますよね。でまあその先発で投げるときにはですね、まあできれば6回から7回あわよくは8回をねまずは投げ切るようになってほしいですよね。でまあ防御率はまあ3点台からまあ3点台半ばの成績を残して、まあ2025年シーズンにまあ松木平君は、まあ望みをつなげたいと私は思っているんですよね。はい。でまあ2025年がね今のところねちょっと先発陣がね多分まあ苦しくなると思うんですよね。だからね来年以降ねこの松木平優太君はねチャンスが大いにあると思いますね。でまあリリーフに関して言えばですね、鉄壁の中継ぎ陣、松山慎也選手がすごいですね。まあこれ松山慎也選手の名前しか出さなかったんですけども、中継ぎ陣に関してはねもうほぼ100点じゃないですか。まあ、清水選手、藤島選手、まあ、左だったら斉藤光輝選手ね、みんな中継ぎ頑張っていますよね。だからねここまでフル回転だとね中継ぎがねちょっと猪島早いよって言われるかもしれませんけどもね、まあ2025年持つ大丈夫っていうのがね私ねちょっと頭の中にあるんですよね。はい。でもまあ松山選手がやっぱりすごいですね。まあ私は個人的には今2軍にいる斉藤光輝選手がねまた1軍に上がってきてね、まあ左の中継ぎでまたね後半戦も頑張ってもらいたいですね。であとはですねやはりこれですね、あの安定感抜群のライデル・マルティネスですね。まあ今シーズンはですね、まあバンテリンドームでライデルが登板するときのですね、とてもかっこいい演出が加わったんですよね。
私はねちょっと東京にいるからねなかなかバンテリンドームに足を運ぶことができないんですけどもね、でもまあダゾーンでねまあライデルのねあの登板するシーンを何度も見ています。でまあライデルに関してはねまあ今シーズンも、まあ、防御率0点台、まあ、言っても1点台前半で、まあ、シーズンはね、終えると私は思っているんですよね。で、そしてね、まあ、ライデル・マルティネス、今シーズンで契約が切るんですよね。今、いろんな報道が出てますよね。まあ、ライデルと契約するんだったら、まあ、6億以上、もしくは10億円ぐらいね、かかるんじゃないかって言われてるんですよね。まあ、ドラゴンズはね、これからね、ライデルと交渉すると思います。で、ライデルに対して、どれぐらいのね、正義を見せることができるか、中日ドラゴンズって私は思うんですよね。まあ、ライデルはね、絶対に、他球団に流出をね、させてはいけませんよね。はい。まあ、やっぱりね、6億、7億出してもね、私はライデルをね、残留させるべきだと思っているんですよね。間違ってもね、巨人、ソフトバンクにはね、ちょっと移籍はしてほしくないですね。はい。で、野手陣の、ポジ要素を発表します。まずは、田中美希也選手、セカンドレギュラー、怪我せず、前半戦終える。これですね。まあ、田中美希也選手はね、やっぱり右肩脱臼しているからね、ちょっとプレーを見ていて、ヒヤヒヤするところはあるんですけども、まあ、怪我せずにね、前半戦を終えた。これはね、ポジ要素だと思いますね。バッティングがね、ちょっとまだ、ちょっとはね、力強くないんですよね。2割3分、2割2分しかね、ちょっとまだ打てていないんですよね。はい。でもまあ、後半戦もね、まあ、板山選手と併用で、これからセカンドの試合に出ると思いますね。はい。まあ、でも、なんとかね、まず打率はね、やっぱり2割4分は打ってほしいな。2割4分、盗塁は10個以上打ってほしい。あ、盗塁は10個以上を達成してほしいですね。で、まあ、あわよくば、セカンドのね、ゴールデングラブ、これもあるのかなって私は思っていますね。あとはもう、高橋周平選手復活ですね。まあ、ちょっとね、石川昂弥選手がね、ちょっと苦戦していますよね。まあ、なぜ苦戦するかっていうと、立浪監督になかなか起用されないっていう苦戦なんですよね。ちょっと、まあね、正直言うと、石川昂弥選手がなぜ起用されないのかっていうのはちょっと私分かりませんし、もっとね、石川昂弥選手を起用をしてほしいんですけどもね、この高橋周平選手がまあなんとか戦力になっていますよね。で、左でそこそこ長打を打っているんですよね。だからまあ高橋周平選手はですね、今のところのまあ立浪監督の考えだと、まあサードで3番もしくはまあ5番あたりで後半戦はたくさん起用があると思うんですよね。はい。だからまあ周平選手にはですね、まあやっぱり3割前後はまあ打率は残してほしいよね。で、ホームランはまあこっから5、6本、まあ、シーズンが終わる頃には7本、8本にはなんとか乗してほしいなって思いますよね。こんだけね、まあこれから試合に出れそうですからね。あとはですね、福永選手、4番で主力ですね。そうですね。福永選手がファーストで試合に出ていますよね。でもまあ最近だったらちょっと中田翔選手をね、ファーストで使ったりするんですけどもね、やっぱりもうね、ファーストは石川昂弥か福永選手でいいと思うんですよ。立浪さん、このどっちかの選手をね、使っていかないとね、まあ来シーズン以降もね、やっぱりドラゴンズの打線ってね、これ苦労をね、すると思うんですよね。だからね、立浪さんお願いします。ファーストは石川昂弥、もしくはね、福永選手を主力にして、代打で、中田翔選手が私はいいと思っています。で、あとこれですね、村松海斗選手、ショートのレギュラーになるですね。まあ今はですね、残念ながらちょっと左肩の怪我でですね、まあ2軍で調整をしているんですけどもね、まあでも この村松選手はですね、まあ8月に入ったら、まあショートの、まあレギュラーとしてまた活躍があると思いますね。打率はね、まあなんとか2割5分をね、ずっと残していたんでね、まあやっぱりね、村松選手がいないと、中日ドラゴンズの打線をね、弱くなりますよね。まあ、リューク選手とね、クリスチャン・ロドリゲスと、どうしてもね、まあバッティングの方が弱いんですよね。だからね、私はこの後半戦のキーマンの一人はですね、まあ、村松海斗選手が、再びショートのレギュラーとして活躍する。これだと思いますね。で、次はですね、中田翔、なんとか戦力になるんですね。ほんとなんとかね、戦力になってますよね。まあ、でもやっぱりね、中田翔選手は怪我しますよね。でもね、まあ、中田翔くんがね、怪我するっていうのはね、ファンの私たちもね、もうこれね、頭の中入ってますよね。はい。まあ、絶対いつか怪我するだろうなって。だから私が思うに、
時々レギュラーで主に代打でいいと思うんですよね。はい、中田翔くんをね。まあだからなんとかこういう風に、こういう風なね起用方法でいいと思うんですよね。時たまスタメン、時たま代打でいいと思うんですよね。はい。でまあ来シーズン以降はもう代打で専念してもらっていいと思うんですよね。はい。でまあ中田翔選手はまあちょっと2桁本塁打は厳しいかもしれませんけどもね。まあ7、8、9とまあできれば、今確か3本4本打ってるから、まあ8本9本は合計ねホームランを打ってほしいと思いますね。であとこれですね、板山雄太郎選手、支配下から主力選手になるですね。今やね、まあ、外野守ったり、まあ、セカンド守ったりしてますよね、板山くんね。たまにファーストも守ったりもしたかもしれませんけどもね。まあ、でも板山くんはね、やっぱりね、私が思うに、ベンチスタートが一番いいと思いますよ。で、左の代打で板山くんを使う。で、時たま、開幕スタメンで、板山くんをね、セカンドでレギュラーで使うっていうね。この起用方法がね、私一番いいと思うんですよね。で、セカンドは田中ミッキーとこの板山くんを併用するっていう形がね、まあ一番いいんじゃないんですかね。で、まあ板山くんはまだ確か年齢が30歳だからね、来シーズン以降もね、セカンドのまあ主力選手として期待ができそうですね。そして、中日ドラゴン待望の左である程度長打が打てる選手、それが板山雄太郎くんなんですよね。だから、まあね、板山くんがね、一軍に上がってきてからね、まあ、ディカーソンと上林くんがね、なかなかもう一軍に上がれなくなってきましたよね。だからそれぐらいね、板山くんがね、まあ主力として活躍する。これはね、中日ドラゴンズってとても大きなプラスですよね。そして次はですね、カリステレギュラーになるですね。まあカリステがね、まあ3割ぐらいの打率を残して、ホームランも6本ぐらい打ってますよね。まあ最高ですよね、カリステね。で、まあカリステの起用方法に関してはですね、まあセンターを守ることが多いんですけどもね、やっぱりセンターはね、まあ一番いいのは岡林かなと思うんですよね。まああばよくば、まあもう今シーズンないか、ブライト健太がいいんだけどもね、まあブライト君は残念ながら、2軍でもなかなか打ちません。本当に残念。だから本当はね、カリステがレフト、センター、岡林、ライトね、細川っていうのがいいんですけどもね、なかなかちょっと岡林がね、まあちょっと調子が上がらないんでね、まあ後半戦もカリステはね、センターを主に私は守ると思っています。まあシーズンが終わる頃にはね、3割前後の打率、ホームランは2桁ね、カリステ選手には期待をしたいですね。で、最後はですね、やっぱり細川誠也選手、前半戦だけでホームラン12号、これになりますね。まあ、前半戦だけでまあ12号打って、打率も確かまあ、細川君は2割9、3割打っているんでね、まあ、後半戦は3割25本かなと思ってるね。まあ、細川君はね、ずっと前半戦はね、ホームランは出なかったんだけども、打率はね、高い水準をこうずっとにキープしていたんでね。まあ、なんとかね、3割前後でホームラン24、5本ぐらい打って、まあ、打点は70ぐらいをね、残してほしいと思いますね。はい。で、細川くんに関してはね、FA 取ったらね、迷わず中日ドラゴンズは大型契約の提示をしてですね、まあ、複数年契約結んでほしいなって私はずっと思っているんですよね。まあ、だいぶ先よ。多分、細川くんがね、その、FA 権取るっていうのは30歳ぐらいだけどもね、まあ、やっぱりね、複数年契約を結んでほしいと思いますね。宇野島、今その話、まだ早くないと思うかもしれませんけどもね、私、それぐらいね、細川くんが大好きです。さあ、中日ドラゴンズはですね、明日から7月26日から、確か阪神3連戦なんですよね。予告先発は小笠原慎之介選手です。さあ、この3連戦はね、3連勝して借金をね、1つでも多く減らしましょう。